じゃあこんにちは。はい、はい、宇田川さん、はい、また3連戦を振り返るということで。そうだね、はい、はい、ちょっと今回はね天候が、うん、悪かったりして中止の試合もあったんですけれども、そうそう、まともに3連戦やったところってね数少なくて、うん、全体的な印象は、はい、締めっぽいなーって、ね、これ天気のことじゃなくてやっぱこうなんていうのピッチャーの活躍がすごく目立つけど、打者のこう活発に打つっていうことがさ、なるほど、ないんだよね。それでね、プロ野球ニュースでも、うん、なんか最近ホームランが少ないなって、今日のホームランっていう番組がタイトルがあって、あの番組の最後にね、うん、はい、で今年ね1日で打った最多ホームランっていうのが14本なのかな、うん、昨年はこの時期もう20何本とか1日で出た日もあるし、うん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 、それに比べると今年はちょっとホームランが少ないなっていうようなね、なんか、まあ、コーナー始まってすぐに言う終わっちゃうみたいな感じですかね。そう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 、だからなんかちょっと打線が締めっぽいなという感じで、うん、まあ印象とすればね感じてるんだけども、はい、じゃあこの3連戦っていうのは特にそれが目立った感じですか。まあちょっとね目立ったね、ということでじゃあちょっと振り返っていきましょうか、はい、まずは、はい、セリーグから、はい、はい、これは、中日と広島が勝ち越して DeNA 巨人は1勝1敗ということで、そうだ、ね、はいはい、まずヤクルト、はい、まあ、中日に負けました、はい、ヤクルトの打線がやっぱ、うん、当たってないね。なんか傾向としたらさ、はい、阪神とよく似てるのはジャイアンツ戦を終わった後に調子を崩すという、だからなんかちょっと疲労なのかなっていうのは感じもするし、うん、でピッチャーはそこそこ頑張ってんだけど、はい、全く打てないというね、うん、そういう状態でまあ一勝はしたんだけど、はい、まあ、その中で2試合連続完封されてて、はい、その立ち上がり、まあ、上田という初先発のね、はい、まあ、投手が中日に投げたんだけども、うん、まあ、その時に塩見が出て、まあ、すぐヒットランランエンドヒットをかけて、うん、すぐ1点を取って、はい、で山田が打って返してみたいな、まあ、速攻で点を取っていく、まあ、そこら辺はねやっぱ高津監督っていうのは大したもんだなっていうね、うん、そんな感じがしたんだけども、はい、まあ、その中で塩見が怪我をしたのかなっていうようなことがあったりだとか、ね、なんかちょっと気になる感じでしたね、うん、そうだね。だから、まあ、その一緒はしたけどもヤクルト、うん、なんとなくこうやっぱ打線が締めっぽいのと、うん、やっぱ村上がちょっと調子を落としたでオスナが打てないと、うん、まあ、得点源が打てないとやっぱ点は入らないことで、だから非常にあの中日戦は苦しいんだよね。あ、まあ、ただあの投手陣がしっかりしてるだけに、うん、まあ、まあちょっと打ってあげればね、まあ、勝ちは拾えるということなんで、うんうん、まあ、ちょっと打者陣頑張るということだよね。上がってくるのを待つばかりという感じですか。そうだね、うん、で中日は2010年ぶりに神宮で2試合連続完封なんだって、うん、で、まあ、その中であの、まあ、小笠原っていうのが初戦投げてね、はい、まあ、素晴らしいピッチングで、で2試合目岡野っていうのが投げたんだよね、はい、岡野をずっとゼロで抑えてたのに球数もそんなに投げてないけど、うん、5回投げ切った時にポンと下ろしたんだよね、はい、これ大丈夫かと思ったの、はい、だけどやっぱ立浪監督やっぱそこら辺はもうスパンと諦めてっていうか、うん、ここで十分だっていうようなことで、うん、繋いでいくんだよね、はい、でもやっぱねソブエ、ロドリゲス、はい、マルティネス、うん、この7、8、9をこの3人で繋がれたら、うん、やっぱ強力だわ、これは12球団やっぱトップクラスだね、うん、この繋ぎは、はい、だからまあそこら辺を立浪監督は信頼をして、うん、繋いでいったんだけども、うん、見事に勝ち投手をね岡野が手にしたという、はい、まあ、試合だったんだけども、で3戦目に上田というピッチャーがね、はい、初先発したんだけども、うん、まあ、なかなか3点かな取られたけども、うん、まあ、立浪監督もこの神宮球場で3点に、うん、まあ、ヤクルト打線もあってね、はい、3点に抑えて上出来だと、うん、まあ、次もチャンスがあるだろうっていうふうに言ってたけども、はい、またいいピッチャーが誕生しそうな感じだよね。また投手王国1枚層が増えた感じですか。そうだね、うん、でましてはその左ピッチャーというね貴重な左ピッチャーが育ってきているということで、うん、まあいい3連戦だったんじゃないかなと思うね中日にとってもね、はい、で一方 DeNA、
で新潟で1戦目やって、はい、中日を移動日に使って、うん、昨日横浜スタジアムで、はい、まあ、巨人戦があって一緒に、はい、で DeNA の方は、まあ、初戦はね、うん、あのロメロというピッチャーが、はい、まあ、巨人もねちょっともたもたしてるな、やっぱ守備で、なるほど、うん、ちょっと連敗はね一歩で止まりましたが、そうそう、この、まあ、3連戦というか2連戦で止まったんだけども、はい、まあ、DeNA の方はロメロが投げて、うん、まあまあそこそこのピッチングをし、はい、点の取り方っていうのはさ、やっぱり守備の破綻というかね、巨人の、まあ、そこをついて、まあ、序盤に、まあ、点を取ったものを守り抜いたっていうような、まあ、そういう試合だったんだけども、ジャイアンツの状態が悪すぎるね、悪すぎた。で山崎っていうね、はい、若い子が投げたんだけども、まあ、援護してやることができずに、まあ、DeNA が勝ったという、だなんかね見てるとね DeNA が勝たしてもらったっていうような、まあなんかそんなゲームなんだよね。それはもう巨人のミスでっていうことですか、うん、ミスと状態の悪さ、うん、まあそういうことでなんかこう勝ったというね、うん、だから DeNA はもう少し力があるんだけどさ、はい、出し切れないというかね、うん、まあ2戦目負けるんだけどもさ、はい、チャンスはすごくあったのよ、うん、でノーアウト2、3塁とか、はい、そこで、まあ、大和に回ってきたんだけど、はい、大和のその実績から言うとさ、いろんなことができたと思うんだよね、うん、で打たしに行って三振をする、はい、で先頭バッターが倒れて次柴田ね、うん、で打ち上げて内野フライを、はい、もう得点にならずという、うん、せっかくの同点機だとか逆転機を逃すと、だからここら辺はもう少しサインで動かしてやった方がいいのかなって、うん、選手任せにしないでね、なんかそんな感じをした、うん、やっぱ DeNA も決して状態がいいわけではないから、はい、やっぱヤクルトが、ね、点が取れない時にランナー動かして点を取ったという、うん、ようなことも参考にちょっと取り入れた方がいいかなって思う。で巨人、はい、菅野が帰ってきました、はい、おめでとう本当ね、その試合勝ちましたもんね。そうだな、でもやっぱりエースが帰ってくるっていうのはさ、うん、やっぱ打線にもこう相乗効果があるというか、うんうんうん、やっぱこの試合では3番に入ったポランコと、はい、4番の岡本がホームランを連発で打ち、うん、逆転をしたというね、はい、非常にいい勝ち方だったと思うんだよ、はい、ただしこの試合も勝った試合も褒められたもんじゃなくて、はい、やっぱこう外野の守備だな、うん、ウォーカーが、はい、もうちょっと上手くならなきゃいけないし、ポランコが落球するしみたいな、で広岡も内野でエラーするし、これ菅野じゃなかったら多分負けてたと思うよ。だから勝ったとはいえ菅野だから勝てたというね、だから状態は決しては良くある、うん、はい、この今言ったような外野の守備の課題っていうのは、うんうん、こうすぐにどうにかなるようなものではないような気がするんですけど、そうそう、ならない、これはもう打撃の方を考えてしていくしかないんですね、だから、うん、我慢するしかないな、うん、だから最初は打てる人をパッと使って、うん、やっぱりリードしたと思ったらそこからやっぱり守備固めに入った方がいいよね。でも守備固めって言ってもそんな特に上手い選手がいるわけじゃないんだよね、うん、だからただウォーカーとかポランコを変えるだけでも全然締まると思うんだよ、うん、あ、そうですね、守備はね、あのね、なんていうのかな、エラーがなくなればっていうよりも、うん、こうね、そういう風にしてミスをなくすために守備固めをするということですね。そうだね、うん、だそうなってくると、まあ、ジャイアンツはこう多少上がってくるのかなって、うん、でやっぱりホームランで勝てなきゃいけないという、でプロ野球ニュースでトマシオが言ってたけど、はい、同じ勝ち星なんだよね、はい、22勝かな、うん、22分の5っていうのが勝利打点、うん、ホームランによる、うん、広島がね、はい、でジャイアンツは13あるんだ、だからやっぱりいかにホームランで勝つチームなのかっていう、うん、だから今日みたいに昨日みたいにやっぱ連発でね、うん、ホームランが出る、で岡本が打つ、やっぱ雰囲気が変わる、なるほど、まあ、そういった勝ち方をやっぱ怪我人が戻ってくるまでは我慢してそこら辺を、この辺で勝っていくしかないのかなっていうような気がするよね。になってくると今の話だと、まあ、やっぱ巨人はこう先制していき、うん、こう後半は点をそう取らなくても勝てる試合を作っていかなきゃいけないということですかね。守備固めをしながらな、はいはいはい、まあまあでも菅野が帰ってきたというのは、はい、巨人にとっては大きなニュースだよね、うん、それで勝てたっていうのがまた大きかったですかね、はい、で、まあ、DeNA のファンの方、宮崎が、今日から帰って、はい、ね、一軍合流ということで、はい、期待してください、はいはい、で阪神広島、はい、で阪神、うん、打てないね、うん、やっぱりね打てない、
流れが悪い、うんうん、で甲子園で勢いづくかなと思ったら、うん、甲子園で負けてるんだよ、はい、だからこれなかなか勢いがつかないし、やっぱファンもやきもきすると思うんだよね、うん、だからといって何が手があるかって言ったら何にもないという、まあ、マルテが帰ってきたりだとか、はい、いろいろしたけども、うん、なんか打線の流れがつながらないというね、うん、まあそういったもどかしさがあるよね。だから投手陣は頑張ってるだけに、うん、やっぱもうちょっとあの打たないと、うん、ちょっと締めっぽいなって最初のフレーズなんだけども、ね、はい、やっぱこう打つ方がもうちょっと頑張れという、うん、ことしか言えないんだよね、もうね、阪神は、うん、まあ、なるほど、糸井が目立っちゃってるからねそれは、まあ、大ベテラン、はい、だから糸井をもう目立たさないようにやっぱ中堅若手が頑張らないと、大ベテランが頑張ってるわけだから、うん、やっぱそれに続いていってほしいよね。そうですね、うん、打線ということで線になったそうだ、ね、ということですね、はい、で広島な心配されたとこだ、ずっと春先よくてさ、はい、パーッと疲れが来たのか知らないけども打ち込まれてって、はい、でも完封したよね、うんうん、だからやっぱここら辺はある程度の実績がある選手だなっていうふうにも感じさせてもらったし、うんうん、だからまあそういう、まあ、調子がまた戻ってきたっていうのは非常にいいのと、はい、広島のね、はい、あの中継ぎで外国人の左ピッチャー、はい、ターリーね、この前もそこね、なんかこう今後に期待というか、そう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 、はい、やっぱね、うん、いいよ、だからやっぱ締まる、はい、うん、だから中継ぎが本当特に心配だったんだよね、うん、そうでしたね、でもそこでそのターリーっていうのが、うん、あの活躍できれば、うん、広島は安定して今年は戦っていけるかなっていうふうに思うのと、うん、小園がタイムリーを打ち出した、うん、で打順もちょっとずつ上がってきた、うんうん、でやっぱ小園が復調してくると、うん、もっと厄介なチームになってくる、なるほど、うん、だからこれから上がり目は広島だよ、うん、セリーグの上がり目になってきます、ね、広島の上がり目と、はい、中日っていうのは投手力がいいから、うん、ちょっと打てばもうそのままこう上がっていけるっていうことね、うんうんうん、でヤクルトはやっぱ打線がもう少し頑張らないと、うん、あのちょっと波が今年の場合ちょっと大きいから、はい、まあ、サンタナがいないっていうのも大きいのかもわからないけども、はい、もうちょっと頑張らないとね、打つ方がね、はい、で DeNA はもう宮崎帰ってきたら期待だわ、うん、うんね、そうですね、で疲労封印法はが鍵、はい、ね、疲労封印法が鍵、今はやっぱゴールデンウィークとかそういったことの疲労ですか、そうだな、はい、やっぱね俺も経験あるけど、ゴールデンウィークっていうのさ、うん、子さんとか見に来て、うん、まあ、すごく張り切るんだよね、うん、で移動も大変だし、はい、やっぱ気温もどんどん上がってくるし、うん、まあ、そこら辺でやっぱ中堅からベテランクラスっていうのは疲れが出てくるんだよね、うん、でそこでやっぱ中日なんていうのはさ、やっぱその岡野とか上田とか、はい、うん、若いピッチャーを使ったりだとかさ、うん、まあ一番バッターに伊藤を使ったりだとか、うん、若手をこう試してみてるよね、だからそこら辺はすごくいいと思うし、うん、で巨人も中山ライトだとか、はい、そういう選手を使いながら経験をさせてる、うん、まあその選手もその初ヒットからまあ昨日でもヒット打ってるし、うん、だからすごくいい活躍ができてきてるよね、はい、で広島も小園が上がってきてるという若手がね、はい、で阪神に若手はどうのこうのあんまりないんだよ、だから若手がやっぱここら辺の、うん、時期は頑張るチームがやっぱこう浮上していくかなっていうような、そんな感じのするセリーグでした。なるほど、はい、はい、まあソフトバンクセーブは中止になったからね、そうですね、はい、で楽天ロッテは3試合やって、ロッテとソフトバンクが勝ち越しということですね、そうはい、楽天、うん、ついに連敗した33試合目にで、カードを5カードぶりに負け越したというね、なるほど、うん、ちょっと勢いが止まらなかったのが少しストップした感じです、ね、まさかロッテで止まるとは思ってなかったんだけどさ、そうですね、前回のこの振り返り動画では、うん、次のカードは楽天はロッテですよっていう話をしたら、そうだね、これはまだ止まらないかもっていうような話があって、うん、あっての話だからね、はい、あっての試合だから、うん、まあその中で、うん、まあ一勝したんだけど、はい、やっぱマー君が久しぶりに完封してくれた ね、やっぱさすがだわ、うん、低めに投げる精度、ね、ボールの力も戻ってきてるし、はい、やっぱ大したもんだなというふうに思うよね、はい、うん、だから、まあ、楽天は相変わらずやっぱピッチャーはいいよ、うん、うん、で
負けた原因の一つに、はい、浅村が3試合ノーヒットなんだよね。なるほど。ロッテ戦、はい、で西川が3試合で1本しか打ててない、うん、この2人はすごく調子が良く、そうなんだ、楽天のこの勢いに、うん、牽引してたよね。そうですね、うん、だからそこら辺が止まったということがやっぱ得点能力が低くなったということ、うんうん、下位打線は黒川だとか山崎が頑張ってるんだよ、うん、ね、あのしのぎを削るというかさ、うん、で技術もそこそこ高いしね、はい、だから面白い選手なんだけども、やっぱり長い目で見た場合にやっぱり西川浅村が止まると、うん、やっぱり楽天が止まるなっていうような、うん、そういうことが、うん、そういうことを感じたロッテ戦だったんだよね、うん、だから相手からするとやっぱもう西川と浅村だけは徹底してマークされるというね、うん、まあ、マークされても打つけどね、あいつらは、うん、だけど、やっぱこう楽天のアキレス腱というのは見えたかなっていうような、下位打線がいくら打ってもなかなかね、大量点にはなってこないのよ、うん、やっぱ西川と浅村が打つと、下位打線からこう黒川とか山崎がつなげて上位打線に戻った時に西川浅村につなぐと大量点になるけど、うん、まあこの2人次第かな、これからもね、うんうん、なるほど。で負けなかったら岸が負けちゃったというね。はい、はい、はい、まあロッテはその分このカードはそう頑張ったよ、ね、で勝てなかったね、岸が負けなかったとして、はい、言えば美馬が勝てなかった、はい、その美馬が頑張った ね、はい、だからまあこれから徐々にマーティンも戻ってきてたしさ、うんうん、でレアードがホームラン打ったりだとか、はい、まあそういうところでまあ少しずつだけど、うん、本来のロッテの姿、うん、まあ例えばエチェバリアがヒットを打つ、ツーベース打つ、うん、松川が送る、はい、高部の内野ゴロでホームインするとかさ、はい、ロッテらしい野球が徐々に出始めてきたかな、うんうんうん、ここに来て、はい、でレアードもホームランを打つしみたいな、うん、まあそういうところが非常にいいよね。で川村という投手がやっぱ勝ち投手になったという、はい、楽天戦でね、だからこれも若手で非常に、心強い存在にこれからなってくるかなっていうふうに感じさせてくれた。この今回のこの楽天との、うん、試合の連勝がまたこうちょっと少し上っていくきっかけには大きくなってくるところでしょうね。ロッテね、はい、うん、それはね多分きっかけとしたらいいきっかけになると思うよね、うんうん、まあやっぱり主流のチームをさ、はい、相手に、はい、でロッテだってさやっぱり楽天が調子いいっていうのはもう分かってたわけだから、はい、で連敗もしてないっていうのは分かってたわけで、うん、その中で戦ってる、はい、そこでやっぱりこうなんていうの勝ち越せたというのは、まあ、ある程度の自信にもなるだろうし、うん、で勢いにもつなげてほしいよね。そうですね、うん、で言い忘れたのが、はい、岡大海、はい、よく頑張りましたね、はい、ホームランも打ったりだとか、はい、先制点を叩き出したりだとか、うん、まあ、非常にいい活躍をね、はい、してくれてるよね、はいはい、で続いてソフトバンク西武、はい、ここはもう1試合しかなかった。この1勝というのがもう、ね、はい、どうぞ。メモリアルノーヒットノーランですね。東山もね、はい、まあ、見事だったね。うん、うん、でやっぱバック周りの守備位置守備体系もよく見えてたね、はい、ピッチャーゴロを無理して取らない、うん、ね、やっぱスルーした方が内野が処理してゲッツーにしてくれるとかで、まあ、27人でノーヒットノーランを完成するんだけども、はい、フォアボールが2つ、はい、そのフォアボール2つが山川とおかわり君、はい、まあ、この2人に共通する怖さはホームラン、ホームラン、うん、だからそれをやっぱ避けるために、まあ、2対0というね、はい、僅差のゲームだったからそれを避けるために、うん、まあ、フォアボールだったんだろうっていうふうに、ん、でもその後きっちりゲッツーを取り27人でゲームを終わらせた、はい、97球、はい、ね、84年4人目の快挙という、うん、まあ素晴らしかったよね。はい、ね、またここでねピッチャーのこういった記録が生まれるということは、はあ、ね、やっぱなんか今年はピッチャーの年だよな、ね、はい、で一歩セーブ、はい、もう言うことないよね。だから隅田も2点で抑えててね、はい、うん、やっぱ勝ち投手になれないっていうのは何かもうこう巡り合わせが悪いというかね、うん、まあ、昨年伊藤大海も最初の頃って、はい、いいピッチングするけど勝ちがつかなかったんだよ ね、はい、でも最終的には勝つようになってね、うん、新人王候補にもなったけども、はいはい、まあ隅田も腐らずね、うん、やっぱ投げててほしいということと、はい、やっぱ西武は東浜に対してせこいことしなかったということ、うん、
ね、正々堂々とフルスイングで立ち向かっていった、はい、うん、まあ、ここら辺はやっぱ西武打線の心意気というかさ、うん、切符の良さというかね、はい、まあ淡泊といえば淡泊だったけど、うんうん、だけどそこら辺は正々堂々と東山に向かっていったということは、うん、すごく気持ちよかった、見ててね、うん、ただ辻監督は何の糸口も見つからなかったっていうね、まあそのぐらいやっぱり東山が素晴らしかったということなんだよね。そうですね、うん、まあ、逆を言うとあれですかね、うん、この1試合がそこまでこう突き抜けた試合だったので、うん、変な流れにならないっていう可能性もありますよね。まあまあそうそうそう、ちょっと切れるという意味では、まあ、ただね、西武はね、源田がね、そうですね、やっぱ自打球でいないっていうのが、はい、すごくなんか今後響いてきそうな気がする。だからまあそこら辺誰かね、帰ってくるまで穴がしっかり埋めれる人が出てくればいいけどね。はい、はい、日本ハム対オリックス、はい、ね、日本ハム、はい、金子千尋、はい、見事だったね。うん、やっぱなんていうの、技術というか、あ、コントロールというか、うん、テクニックというか、なんかやっぱこう昔使ったものが全てなんかこの一生に出たみたいなね、うん、まあそんな感じもしたし、はい、その中でやっぱ清宮がねツーベースを打って、うん、打点を上げるとか、まあ、若手とベテランの融合で、うん、まあ、勝った試合だけどね、はいはい、だけどオリックスの方は、まあ、山岡、はい、山本、うん、宮城がいない中、うん、やっぱ山岡だよね。うん、山岡はやっぱりいい。ただ怪我明けだけにあんまり負担をかけたくないよね、はい、だから山本宮城のための分までっていうふうに考えないで、はい、まあ、今年はやっぱこうマイペースで頑張らないと、うん、また故障しちゃうよというね、はい、まあそんな感じがしたけども、うん、まあなかなかやっぱり吉田を欠いて、ね、うん、打線を組むっていうのはやっぱオリックスっていうのは大変だと思うよ。うん、うん、まあだけどその中でもまあ一勝してるという、はい、まあ日本ハムっていうのは最下位に沈んでるけども、うん、まあやんちゃなことやってくるからね、戦いにくいと思うんだよ、はい、うん、でもその中で山岡がしっかり投げたというね、うん、だからこの2連戦っていうのはやっぱ金子のね、老練のピッチング、山岡のキレのいい切符のいい投球、はい、まあそういうのが出た2連戦だったね。うん、で、はい、明暗を分けるきっかけ、はい、今もね、うん、いくつかそういった話がありましたが、そうだね、はい、やっぱ怪我人もそうなんだけどさ、うん、やっぱ調子の良さとか悪さとか、だからまあ楽天で言えば西川、うん、浅村とかね、でロッテは、マーティンが帰ってきたりだとかいろいろしてるけども、うん、やっぱやっとらしさが戻ってきたということ、うん、でやっぱりきっかけをつかむっていうのはやっぱり東浜がね、うん、やっぱこうなんかチームに勢いがつくようなピッチングを見せてくれたということ、うん、で西武は源田の代わりに誰がするんだみたいなね、うん、負けたけどももうこの1敗で終わってカードが変わるわけだから、はい、まあ気分転換にはね、うん、まあ、別に、する必要もないし、はい、うん、だから源田のことだけだよね、うんうん、でやっぱここの、まあ、日本ハムはやっぱこうオーダーを早く落ち着かせてほしいということと、うん、まあ、オリックスの方はやっぱ早く戻る人は戻ってほしいということね、それを待つばかりですかね。まあ、そうだね、はいはい、ということで、まあ、3連勝を振り返ってきたけども、はい、やっぱね今年の特徴としてピッチャーの記録っていうのがすごく目立つんだよね、はい、で、まあ、冒頭にも言ったけど、うん、ホームランの数が減ってるという、でパ・リーグの中ではやっぱチーム打率が軒並み低いという、だからそれだけやっぱこうピッチャーがいいのかなっていう、うん、ことが言えるんだよね、はい、うん、だから、まあ、ちょっと打てば上位に行けるかなっていう、ね、うん、逆に言えばね、うんうんうん、ということで最初に言っていたやっぱピッチャーがいい分締めっぽい、締めっぽいなっていう、うん、ところですか。だから出さずに頑張ってくださいということです。はい、はい。